2007から2008シーズンの NBA は NBA の62回目のシーズンである。レギュラーシーズンは2007年10月30日から始まり2008年6月17日に全日程が終了した。ドラフトではグレッグ・オデンとケビン・デュラントが話題を集めた。ドラフトにエントリーした当時大学1年だった2人は高校生の頃からドラフトにエントリーすれば 上位指名確実と言われていたが、彼らが高校を卒業した2006年から、高校生によるアーリーエントリーが禁止されたため、それぞれ大学に進学した。他にも彼らと同じ事情の選手や、NCAA トーナメントに連覇したフロリダ大学の主力メンバーが揃って、ドラフトにエントリーしたため、この年のドラフトは、近年にない方策と言われた。他には、ある方法度、マイク・コンリー、 ジェフ・グリーン、コーリー・ブリューワー、ブランダン・ライト、ジョアキム・ノア、スペンサー・ホーズ、サデウス・ヤング、アルス・オントン、ロドニー・スタッキー、ニック・ヤング、マルコ・ベリネリ、ジェイソン・スミス、ジャレット・ダドリー、ウィルソン・チャンドラー、アーロン・ブルックス、アーロン・アフラロ、カール・ランドリー、グレン・デイビス、ジョシュ・マク・ロバーズ、マーク・ガソル、デーモン・セッションズなどが NBA 入りを果たしている。オールスターには、 K. デュラン n と A. ホ o ー,ード、J. ノア、M. がソルの4人が選出されている。ドラフト外選手にはジョエル・アンソニー、アンソニートリバーなどがいる。詳細は2007年の NBA ドラフトを参照2008年の NBA オールスターゲームはニューオリンズで開催され134から128でイーストチームが勝利した。MVP はレブロン・ジェームズが選ばれた。 クリス・ポールは初のオール NBA チーム入りでファーストチームに名を連ねた。ドワイト・ハワードも初のファーストチーム入り。デロン、ウィリアムス、カルロス・ブーザーは初のオール NBA チーム入り。エマニュエル・ジノビリもシックスマンながら初めてオール NBA チーム入りした。ドワイト・ハワード、シェーン・バティエ、クリス・ポールは初のオールディフェンスチーム入り。 1980年代に熱戦を繰り広げた名門チーム同士がそれぞれ新たなビッグスリーを従えて再び相見えることとなった。ファイナルでセルティックスとレイカーズが対戦するのは1987年以来、また両カンファレンスの第一シードがファイナルに勝ち進んだのは2000年以来のことだった。セルティックスがレイカーズのオフェンスを88得点に封じ、初戦を制す。 レイカーズのブライアントはチームハイとなる24得点を挙げたがフィールドゴール9、26とシュート精度にかけた。試合は序盤からたびたびリードが入れ替わる接戦が続いたが第3球中盤にセルティックスのポールピアースがチームメイトとの衝突で膝を痛めるというアクシデントに見舞われた。ピアースは自力で起き上がることができず車椅子でコートを去るという痛ましい光景に セルティックスは窮地に陥ったかに思われたが、ピアースはすぐに試合に復帰し、その後第3球だけで15得点を稼ぎ出すという活躍を見せる。ピアースの見事な復活劇に勢いづいたセルティックスは、第3球でリードを奪い返すと、その後はリードを守り続け、大事な初戦を勝利で飾った。セルティックスが、ポール・ピアースをはじめとするビッグ3のほか、16アシストを記録した。 レージョン・ロンドや副兵レオン・ポーの23得点などサポーティングキャストの活躍で第2戦も勝利した。第4球残り8分を切ってセルティックスは24点差の大量リードを奪っていたが、ここからレイカーズがコービー・ブライアントを中心に驚異的な追い上げを見せ、残り38秒でついに2点差にまで追いかれるという危うい場面もあった。ホームに戻ったレイカーズがようやくシリーズ初勝利を、 上げたここまでレイカーズはコービー・ブライアントの古群奮闘が続いていたが、ベンチプレイヤーのサー・シャ・ブヤ・チッチが20得点と援護するとブライアントもシリーズ杯となる36得点を挙げた。この日のレイカーズは2桁得点を記録したのが、この2人だけと、決して本来のオフェンス力を発揮したとは言えなかったが、セルティックスも25得点したレアレニー外が、振るわなかった。 セルティックスがファイナル史上に残る大逆転勝利を飾り、敵地での貴重な一勝を挙げる。第1球では35から14と、レイカーズが一方的な展開を見せた。ファイナル史上、第1球に15点差以上をつけられて勝利したチームはいなかった。第2球中盤にはこの試合最大となる24点にまでリードが開き、ハーフタイムを迎えても点差は18点と、 レイカーズが圧倒的な優位を保っていた。しかしレイカーズにとっての悪夢は第3球に訪れた。負傷を抱えたレイジョンロンドのバックアップとして多くの出場時間を与えられたエディハウスの2本の3ポイントシュートを皮切りにセルティックスが怒涛の反撃を見せ、第3球残り5分間で21得点を記録し、レイカーズに肉迫する。第4球残り4分7秒には、 ハウスのシュートで、ついに逆転を果たすと、レイアレンの一音一からの見事なリバースレイアップが決まり、セルティックスの勝利を決定づけた。セルティックスは、ビッグスリーがまんべんなく活躍し、さらに、ベンチプレイヤーが、レイカーズベンチの15得点に対し、35得点と、勝利に大きく貢献した。参照したセルティックスは、ついに優勝に王手をかけた。一方のレイカーズは、 パウガソル、ラマーオドムがようやく息を吹き返しそれぞれダブルダブルを達成したが、コービー・ブライアントは17得点に抑えられ、いよいよが結符値に追い込まれた。リーグ史上、ファイナルで1勝3敗から逆転したチームはいない。レイカーズがこのシーズン最後のホームゲームで踏みとどまった。この試合でもレイカーズが、試合序盤にスタートダッシュを決め、その後セルティックスの猛反撃に遭うという、 第4戦の再現のような展開になった。第49中盤にはついに同点となったが、最後にコービー・ブライアントがポール・ピアースの持つボールを叩き落とし、そのままワンマン速攻でダンクを決めて勝利を決定づけた。レイカーズはようやくビッグ3が揃って活躍し、コービー・ブライアント、パウ・ガソル、ラマー・オドムの3人で64得点を挙げた。セルティックスは ポール・ピアスが38得点を記録した。22年ぶり17度目の優勝にはクティリー、バンクノース・ガーデン・セルティックスが大差でレイカーズを破り、22年ぶり17度目の優勝を決めた。セルティックスの4点リードで迎えた第2球、エディ・ハウス、ジェームス・ポージーラベンチシューターコンビが連続で3ポイントシュートを決めて勢いづいたセルティックスは、この試合6スティールを決めた。 レイ・ジョン・ロンドを中心に、レイ・カーズのオフェンスを封じるとここから一気に突き放し、前半だけで23点のリードを奪い、後半を待たずして、勝利を、ほぼ決定づけた。そして後半は、セルティックスのワンマンショーとなった。第1球に目を叩かれ一時ロッカールームに下がった、レイ・アレンは、試合後半に次々とシュートを決めて、第1戦のポール・ピアースの復活劇の再現をすると、共に、 ファイナル対記録となる7本の3ポイントシュートを決めた。両チームの主力選手が下げられた後も点差は開き、ついには131から92の39点差という大差でセルティックスが勝利し優勝を果たした。試合終盤にはセルティックスのドックリバース HC がポール・ピアースから NBA としては珍しいゲータレードシャワーの洗礼を浴びる場面もあった。ファイナル MVP には シリーズ平均21.8得点6.3、アシスト4.5リバウンドを記録したポール・ピアースが選ばれた。ケビン・ガーネットは持ち前のオールラウンドな働きで、レイヤレンはシリーズを通して安定した得点源として貢献し、遺跡元年にして早くも悲願を達成した。レイカーズはコービー・ブライアント以外のメンバーが振るわず、シリーズ中100得点を超えたのは2試合のみだった。 そのブライアントもレアレンやジェームス・ポジーラの高ディフェンスに苦しめられ持ち前の得点力を発揮できなかった。シーズン中、あるいはシーズン後に解任されたヘッドコーチ。ありがとうございます。